ここからは引き続き私レーネがナビゲートするラッシックセンチュリーセッション。今日のゲストはザ・ミーラーズからボーカルギターの畠山翔平さんです。ようこそ。お願いします。お久しぶりですね。前回お会いした時も1月だったかなと思いました。そうですね、その辺です。冬からまた冬に戻ってまいりました。そうですね。お元気ですか？元気です、はい、淡々と会話が続いていきます、たくさんの人がねスタジオライスク前に集まってくれました。まあ1年分のおしゃべりを今日はしていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ早速なんですが、昨日のゲストグレート3の片寄明人さんから質問が届いてます、はい、その質問の答えまずは番組のツイッターでつぶやいていただきます。またこの番組ユーストリームでも楽しめます。センチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。ジッピーの皆さんこんばんは。昨日スピニアの浦本くんってのがいるんですけども、彼がミーラーズの曲をね何曲か手書きになってます。あとね写真見てあのファッションがいつも個性的でかっこいいなと思っておりますので、いつかお会いする機会があったらとかね、ぜひね一緒に共演とかグレートスイートできたら嬉しいです。早速ですが今日のメッセージテーマ、親子だなに関する質問ですね。まあ僕はですね結構父親とよく似てるんですよね。まあ歩き方だったりとか喋り方とか、もう電話とかだともう僕が電話に出ると父親と間違えられることも多々ありますし、まあまず何よりあのおでこの進行具合といいますかね、年々親父に似てきてるなと思うことが、まあ嬉しくもあり悲しくもある今日この頃なんですけども、畠山さんはご両親に似ているところはありますか？ツイートをお願いします。はい、グレート3片寄明人さんから質問でした。畠山さんはご両親に似ているところはありますかという質問でしたが、はい、これまだ口頭では答えないでください、はい、質問の答えまずは番組のツイッターでツイートしていただきます。目の前にパソコンありますので早速お願いします、はいはい、畠山さんも畠山さんのファッションがいい感じですねなんてそれ前なんか言われたんですよね。おお、風の噂みたいなやつで、うん、言ってたよって、ね、それそ何の噂ですかね。誰かになんかそう言われたんですよ、言ってましたよって。そうなんですか。畠山さんのファッションで私もう今日朝から立ち直れないのは、ちょうど「うるせえ」という曲の PV を朝見たんですよ。なんか非常にユニークな女子高生スタイルですよね。そうですね。そうですね。それがまた似合っていたというね、そんなファッションも気になる畠山さん、ツイートの方はどうでしょうか。やっちゃって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ツイートボタンお願いします、はい、さあありがとうございます。できましたね。番組のツイッターアカウントは BJCS778 です。ハッシュタグ BJCS で見ることもできます。ぜひリツイートやリアクション、ザ・ミーラーズ畠山翔平さんへのメッセージ、質問なんかもお待ちしています。では一曲ザ・ミーラーズのナンバーをお送りしましょうか。はい、では聴いてください。ザ・ミーラーズで決断。イレーネのナビゲートでお送りしているラッシックセンチュリーセッション、お届けしているのは12月12日にリリースになりますメジャーセカンドシングル絆、うるせえから絆をお届けしています。さあ先ほど昨日のゲストグレート3片寄明人さんから今日のテーマ親子だなに関するこんな質問が来ていました。畠山さんはご両親に似ているところはありますか？はい、畠山さんご両親に似ているところは何かありますかという質問でした。先ほど番組ツイッターに答え書いていただきましたが、畠山さん何と書いてくれたんですか？母親の顔ですね。あんまりこうゲストに来てくださるアーティストさんのご両親を思い浮かべたことがないから、はいはい、今こう畠山さんの顔を、ね、顔まんまっすよ。本当ですか？ちっちゃい頃なんかもう同じ顔だったんで、はあ、母親の顔そのまんまですね。それ嬉しくないですか？いやどうなんですかね男としては、で親父はあれなんですよ、もうすごいパッチリ二重だったんで、俺はそれはちょっとなんかなんで俺は一重なのかまあでも兄弟全員一重なんでお母さんを受け継いだんですね。みんなそうなんですよ。そうか、じゃあ逆にお父さんはなんで全部お母さんの方に行っちゃったんだろうっていう寂しさあるかもしれないですね。あるのかな。そでも中身は完全親父ですね。どんなところですか？いやもうそれは答えない方がいいと思います
これはそう言われるといやまあ短期なところとかそっくりなんですよね、うん、あそっかそうそうそうだから、うん、ちょっとあんま言わない方がいいかないろいろいろんな部分ちゃんとでも感じるんですねあこれはお父さん譲りお母さん譲りっていうのそうですね大人だって感じること多いんじゃないですか、うん、どん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 増えますよだからその目も二重じゃないのに似てるなって思う瞬間すごいあるんですよだからお父さんもそう、うん、だから不思議だなと思ってうんそうか、だんだんちょっとずつお母さんのイメージお父さんのイメージ湧いてきました聞きたかったな詳しく聞きたかったところですがさあではもっともっとザ・ミーナーズ畠山翔平さんに迫りたいということでまだまだ昨日のゲストグレート3片寄さんから質問が来ていますここは一言ずつでお答えください、はい、では第1問今勉強してみたいことはありますか、ビデオの編集の仕方では次の質問アルバイトにまつわる思い出を教えてください肉屋さんで働いてたでは次の質問最近よく聴いている洋楽から1曲リクエストをお願いしますストロークスでハートインヤーケージお送りしているのは最近聴いている洋楽としてセレクトしてくださった The Strokes ハートインヤーケージですストロークス、はい、聴いてるそうですね、うんうん、なんかメンバーがそのギターとベースがすごい好きなんですよ、うん、ストロークスをそこはよく聞くようになりましたハートイナケージこの曲選んでくれましたが結構そのお気に入りの1曲例えばアルバムの中であこれいいなって引っかかったら、はい、繰り返し何度も何度も聞くタイプですか僕そうですね、はい、聞きますね、はい、これ何百回ぐらい聞いてるんですかねこれまあそんな聞いてないです最近なんでこれからまた増えていくと、はい、ということですね、はい、The Stroke Heart in a Cage お送りしましたさあではどんどんザ・ミーラーズ畠山翔平さんにディグインしていきましょうアルバイトにまつわる思い出、はい、精肉店で働いてるそうですスーパーの、うん、なんですかだから肉屋の、うんまあ、肉屋とか魚屋とかいっぱいあるようなところの一個の裏なんですけどもともと魚屋に入ったんですよで1ヶ月ぐらいして慣れてようやく慣れたなと思ったら肉屋の人が、うん、お前仕事使えるからこっち来いって言ってなぜか肉屋に連れて帰って仕事使える仕事使えるっていうか、うん、肉屋の仕事やったことないから仕事使えるも何もないんだけどなって思いながらそっちに移動したんですよねへえ、はい、結構なんだろうこう寒いですよね裏ってそうですねですよね、はい、大変じゃないですか大変でしたよ、うん、結構でも高校生の頃なんで、うん、ギター買ったらすぐやめようとか思ってたんですよ俺でギターだから買うお金だけ貯めてさっさとやめようと思ってたら意外とずっとやってて結局卒業までやってたんで、うん、3年ぐらいしたから3年ぐらいですかそうですねってことは例えばこう今買い物に行って、うん、晩ご飯にいいお肉買って帰ろうって思ったら、はい、いい部位とかも見分けられちゃうあ僕できますあバッチリですこれはいいですねうるさいむしろうるさいうるさいんだむしろうるさいそうかこだわってそうですねそういうところにちゃんと生きてくるんですねスキルっていうのはそうか、そしてまあそれもいろんな勉強になったと思いますけれども、はい、今勉強してみたいこと何だっけ、はい、ビデオの編集ですね、はい畠山さんは PV も、まあ、ダイレクションっていうか、はい、自分で企画して監督してやってますよね、はいはい、いやなんかこうより面白いのを作りたいなとかよりいいものを作りたいなと思うとやっぱりもっともっと勉強しないとまずいなっていう感じになってくるんですけど言ってもそのプロの方とは違うのでだからそのなんかこうプロの方の話を聞くとその差をなんかこう思い知らされるので、うん勉強したいなと思いますね結構その PV を例えば作るってなった時に、はい、企画だけアイデアだけ出して、はいはい、じゃあこういう風にカメラマンの方撮ってくださいって投げちゃうよりも、うん、本当に自分も関わっていくんですね、うん、そうですね僕はだからむしろカメラ持ちたいんですよねだから僕がボーカルだと撮れないんですよねそれ困ってるんですよそうですよねそれ困るんですよねだからそうか誰か歌ってくんねえかなとかな、ね、そ
そういう感じなんですよ、まあ、そういうアイデアもありますよね、まあ、そういうのもあるんですけど、うん、そうなんですよ、あの機材とかもコツコツ少しずつ揃えたりしてるんですか、はい、そういやなんかそれでそう揃えててちょこちょこやってたんですけど、この間そのプロの機材の話を聞いてたら、うん、レンズカメラのレンズで400万って言われて、そんなんもう無理だと思ってだからもうちょっといろいろまた考え直さなきゃ結構早かったですね、本当にそれ聞いた瞬間にはもう違うと思う、世界違うと思う、あもう本当にそれはプロのカメラマンを目指すっていう話ですね、そうですね、いやでもいつかもうその道をプロになる日もあるんじゃないですか、もしかしたら、いやもう ですから、うん、そのもうそういう場合は皆さんレンタルでやってるって言ってたんで集めるっていうこと自体が間違ってたなと思って、そうなんですよ、それもでも少しずつ勉強になってるってことですね、そうですね、はい、今勉強してみたいこと、はい、撮影ビデオの編集ということですが、はい、さあではこの後はですね、ミーナズの近況に迫っていきましょうかね、はい、まずは1曲お送りしましょう、曲紹介お願いします、はい、じゃあ切りなさい、ザ・ミラーズでうるせえ、お送りしたのはザ・ミラーズうるせえでした、今日は朝からこの曲10回は聴きましたまあハマっちゃいましたねこの曲は、さあザ・ミラーズの2012年、ちょっとまあ久しぶりですから激動の1年ですよね、はい、そうですね、振り返りたいんですけれども、前回来てくれた時は4枚目のアルバム言いたいことはなくなったリリースした時でした、で10月にメジャーファーストシングル僕らは気持ち悪いを、リリースしましたね、はい、このニュース なんかすごい不思議な気持ちだったんですよ、はい、驚いたかといえばそうでもないんだけれども、あそうなんだっていう、そうですね、うん、いろんな反応があったんじゃないかななんて思いました、でも自然でした、まあ、僕は割とそうです、ね、あのもう本当に3枚目のアルバム出す前ぐらいからそういう話はしてたんですけど、うん、なかなかタイミングとかあって結構難しいんですよこれの、うん、で今回のも逆にめちゃくちゃ急な話だったんで、決まったらトントンと行ったっていう感じですか、そうですね、うん、決まったらっていうか、そうですね、うん、こっち側がやりてえなっていう感じで言ったら、うん、もうすぐやろうみたいな感じだったんで、だからなんつうんだろう、本当にタイミングとかもいろいろあると思うんですけど、うん、結構いろいろそういうなんかあるなと思う、流れは、あのリスナーからすると、まあ、音楽は音楽だから、はい、メジャーがとかインディーズっていうのが細かいことは よく分からなかったりするじゃないですか、はいはいはい、でもなんだろう、今までまあ去年確かレーベルも立ち上げたりとかして、はい、結構こう足元をかばめているような感じもしていたんですが、はいはい、そこからメジャーにまた移籍するっていうのは結構変化があるものなんですか、でもそれが多分そのなんか自分たちでやった経験があったので、なんか今結構自由にやらせてもらってるので、それがなかったらいわゆる普通のメジャー移籍だったのかなっていう感じはするんですよね、うん、結構すごいやり方とかも自由にやらせてもらってるんで、うん、なんか尊重してやってくれてるのですごいやりやすいですけどね今はね、確かにこれまでのそのまあ自主レーベルの時は全部自分でやるっていう、うん、結構注意力もどうしてもいろんなとこ向いちゃいますよね、今はそれのなんか一つのことに集中できるようになったっていう状態ですか、そうでもなんか割とまあその集中っていうよりはなんかクオリティ上がったなっていう感じの方が気持ちは強いかな、うん、その集中力ももちろんそうだと思うんですけど、結局ビデオも僕が作ったりしているので、そうですよね、まあ、まあまあそれも引き続きなんですけど、割とその一個一個に対してのクオリティ上げるための集中力みたいなのがやっぱり、うん、変わったかなって感じしますね、一曲一曲を上げていくと言いましたが、うん、まあ、メジャーに移籍するにあたって1ヶ月ですごい量の曲を作ったんですよね、そうですね、100曲ぐらいですね100曲って1日1曲じゃもちろん足りないじゃないですか、3、4曲ぐらい、うん、そうですね、多分1日もう作れる日があったら10曲作っちゃうとか、うん、そういう感じですよね、
その中から、まあ、メジャー一発目これにしていこうっていう、はい、まあ、そういう目的でいっぱい産んでた。そうそのメジャー行った時にやることなかったら困るなと思って、うん、とりあえずいっぱい作ろうと思っていろんな種類の作ったんですけど、結局だから僕らはって曲は一番最初に作った曲だったんですよ、うん、100曲作ってみたけれどやっぱり1曲目が一番良かったね。それでその100曲作ったからといって、うん、今回の絆とかうるせえはまたその後に作ってるんで、うん、その曲はほとんど使ってないですね。そうなんですか。今そう聞こうと思ったんです。まあ、うん、来週ね12月12日にメジャーセカンドシングル絆うるせえリリースになりますが、私はてっきり今の100曲の中からまた生まれてきたこう、はい、曲なのかなと思う。違うんですよね。そうなんですよ。また別で作ったんですよこれ。それもまた大量に。いやそれは大量じゃなかったですね。それは2枚目のシングルどうしようかみたいな話になって、うん、最初はその100曲の中からあって 2,3 曲セレクトしてたんですけど、なんかもうちょっと違う風にならないかなと思って僕がそこからもう一回作った曲が絆だったんですよ。うん、あの2ヶ月間で、うん、また次の新曲が出る、はい、シングルが出るっていう、はい、早いですよね本当に。そうですね、やっぱりなんだろう、まあ、勢いみたいなのも大事ですしね、うん、まあ、やりたいことあるんでって感じですかね、うん、ちょうどまあこの2012年の終わりに差し掛かってるじゃないですか、はい、だからこういい流れで2013年に向かっていけるそんなシングルが続いてますよね。そうですね、うん、はい。さあ今日のゲストはザ・ミーラーズ畠山翔平さんです。お知らせ挟んでまだまだお伺いしていきます。 Stay tuned ラシックセンチュリーセッション。今日のゲストは来週12月12日メジャーセカンドシングル絆うるせえをリリースするザ・ミーラーズから畠山翔平さんです。引き続きよろしくお願いしま す。さあこのメジャーセカンドシングル絆うるせえ、はい、さっきも言いましたが特に私はお気に入りがうるせえだとしますが、はいはい、気持ちいいくらいにうるせえと繰り返してくれてます、はいはい、繰り返されるっていうのはミラーズの曲の世界観の大事な部分だとしますね。そうですね、うん、そうですね、なんかあんま考えてないんですけどね。そうなんですか。そうですね、そうなんですよね。あのお送りしている絆、はい、こちらもですね、なんか強いですね。あのアルバムを聴いて1月にアルバムを聴いてると、はい、なんかちょっとこうほんわかした雰囲気あふれてたななんて思ってたんですが、そこからこうメジャーに移籍してからの、あのメッセージ性の強さとか勢いっていうのはまた変わりましたよね。そうですね、はい。まあ、絆に関してはこう絆っていうのが結びつきの絆という感じではなくて傷の名前で絆と読む、これどんな風に生まれてきたんですか。これはタイトルが先に思いついて、うん、絆っていうのの何だろう漢字 この当てはめ方っていうか思いついて、でそこからそういう曲作ったら面白いかなみたいな感じで作ったんで、なんかもともとこういうメッセージがあってとかっていうんじゃ全然ないんですよ。そうなんですよね。でそのタイトルで曲作ったら面白いかなと思ったんで、タイトルに合うような歌詞にしようと思って書いてったんですよね、うん、これを聞いてると私はちょっとちゃんと健康診断とかやらないといけないわとか、そうですね、最近歯医者さん行ってないからちゃんと自分の体のチェックしないとっていう、結構ちゃんとシリアスにね、うん、考えちゃったりしましたが、でもそういうメッセージを最初に持ってたってわけじゃないんですね。そうですね、まあ、その辺の本当にあの歯医者とかは割と言葉遊び的な感じで書いたんで、でも、まあ、なんとなくこうちょっと歌詞を書いていったらどんどん生まれてきて止まらなくなっちゃったっていう勢いをすごく感じますよね。そういう感じもやっぱりありますね。うるせえ、どうですか。うるせえは、うるせえはね、まあなんかうるせえって叫んでる曲作ったら面白いかなぐらいの気持ちで作ったんですよね。そうですね。さっきうるせえがオンエアされた時にちょうどスタジオらしく前にぎやかな、ね、そう集団が通っていて、おいいタイミングだねっていう感じでした。はい、でもきっとそうやってそういう瞬間に生まれてきたのかもしれないですね、もしかしたら。そうですね、うん、はい、そっか。
この勢い、この言葉の紡ぎ方の勢い感も感じられましたが、本当に畳みかけるように2012年過ごしてきたんじゃないかなと思いました。ミーナス、これは思い描いていた通りのプランでした？いやー、どうですかね。どうなんだろう。まあでも割ともうちょっと長い感じでプランを考えているので、そうかもしれないですね。ここですごく幸先のいいメジャー移籍のスタートじゃないですか、はい、2013年どんな企みがあったりするんですか？あ、いやー、なんかまあどうですかね。あんまり最近そういうこと考えながらしちゃったんですけど、でかいところでやりたいなとかそのぐらいなんですよね。昔から本当にこう俺たちはミスチルぐらいに売れたいなっていうふうにね、おっしゃってましたが、でもそれがもっと純粋な意味で音楽追求できてるような環境に今いるんですかね。そうですね。そういうものもやっぱり当然あるんですけど、なんか今は結構そのバンドとしてどういうふうにかっこよくいるべきかみたいなものもちゃんとないとダメだなってすごい思ってて、だからそれやっぱりその今の日本の音楽シーンとかもそうなんですけど、すごいかっこいいバンドだなっていう存在をまず持たないと自分のその目標に行けないかなっていうのを感じているので、そこかなっていう感じしてますけど、ね、そっか、バンド内でそのビジョンを共有し合うというか、そういう部分あるんでしょう ね、はい。さあ2013年本当に楽しみなところですが、ライブでも見たいですね、はい、名古屋で、はい、ちょうど先月末にギフト浜松でライブがあったばかりなんですが、年内はカウントダウンジャパン、はい、に出演することが決まっている、はい、そして来年、年が明けてすぐですね、1月11日金曜日渋谷アックスで、ツアーの追加公演、はい、僕らは気持ち悪い、なんか誤解されそうなタイトルですね、ツアー2012、追加公演決まっています、はい、年明ける感じしないですね、これは。そうですね、いい流れで2013年迎えてください、はい。またどんどん新曲アルバムなんかも楽しみにしています。はい、さあ、あっという間でそろそろお別れの時間になってしまいました。はい、また今度は1年近く空けないでまた来てくださいね。そうですね、お待ちしてます。はい、さあ今日はザ・ミーラーズから畠山翔平さんをお迎えしました。ありがとうございました。最後にこの曲聴きながらお別れです。ご紹介いただけますか？はい、聴いてください。ミーラーズで僕らは。どうだけの涙流す。